回は美味しいコロッケの作り方を紹介いたします。コロッケを作るとき、爆発して崩れてしまったり、カビムラができて綺麗に仕上がらないなんてことはないでしょうか。そんな失敗をすることなく、美味しく作るポイントとコツを説明していきます。外はサクサクで、中はホクホクなのに、ジューシーなコロッケがこの動画を見れば作れるようになりますよ。それでは作っていきましょう。じゃがいもを入れます。じゃがいもをよく洗い、2ぐらいの水を入れ、皮付きのまま水から20分ぐらい茹でていきます。塩を1つかみ入れれば、皮付きと芋の旨味が出すことができます。20分ぐらいしたら、アスなどで火の通りを確認して、柔らかくなっていたら取り出します。じゃがいもは熱いうちに皮を剥きます。冷めてからだと剥きにくくなるので、熱いうちに剥きます。皮が剥けたら、まだ熱いうちに潰していきます。熱いうちに潰すことで、余分な水分を飛ばし、美味しくできます。逆に冷めてから潰すと、硬くてパサパサになるので注意です。牛肉はひき肉ではなく、牛バラスライスを使うのがおすすめです。牛バラを使うことで、肉の存在感や食べ応えがアップ、肉の脂がジャガイモを美味しくし、味付けも良くなります。これを1センチ幅くらいに細かくカットしていきます。調味料を合わせて、砂糖 20g、酒 40g、醤油 60g を合わせておきます。味付けはこれだけなので簡単です。材料はじゃがいも6、7個 500g くらい、牛肉 160g、玉ねぎ1個、生姜のみじん切り大さじ1です。牛肉を炒めます。鍋に油を入れずに、そのまま牛肉を炒めていきます。箸などで広げながら炒め、硬いところが見えなくなるまで炒めていきます。この牛肉から出た油が調味料と絡まり、じゃがいもを美味しくしてくれます。なので牛肉はもも肉や肩ロースなどよりもバラ肉がおすすめですよ。赤いところが見えなくなっています。このくらいになってきたら、玉ねぎと生姜を入れ炒めていきます。飴色になるまで炒めてかけて、火が通るくらいまで炒めれば OK です。このくらいしんなりとしてきたら大丈夫です。このくらいになったら合わせ調味料を入れていきます。
調味料は砂糖がそこに沈殿していることが多いのでよく混ぜながら入れていきます。火を弱火にしてこのまま1分くらい煮込みます。牛肉に調味料が絡まるように混ぜながら軽く煮詰めていきます。汁が少なくなってきたら熱で混ぜたり鍋を煽り絡めていきます。潰したじゃがいもの上に流し込みます。具材と芋を混ぜ合わせます。じゃがいもは少し粒を残しておくと食感が良くなります。柔らかめが好きな方はしっかりと潰して混ぜ、ちょっと固めが良ければ粒をたくさん残すのがいいです。このくらい混ぜたら表面を平らに整え、冷蔵庫で完全に冷えるまで冷まします。コロッケの種がしっかりと冷えたらパン粉をつけます。スプーンなどを使って8等分にします。分けたものを小判型に成形します。ちょっと平べったりした方が食べやすいです。このようにします。小麦粉、卵、パン粉を用意します。まずは小麦粉をつけます。小麦粉をつけすぎると揚げムラができたりするので余分な粉は払っておきます。次に卵を全体に絡めます。そうしたらパン粉をつけます。パン粉を全体にしっかりとつけます。残りも同じようにしてパン粉をつけます。コロッケを揚げていきます。鍋にたっぷりの油を入れ、170度に温めます。油の中に優しく入れます。一度にたくさん入れてしまうと油の温度が急激に下がり、崩れたりする原因になります。あとたくさん入れるとコロッケ同士がぶつかって崩れやすくなるので、間隔が空く程度に入れます。弱火にして一定の温度を保つようにして揚げていきます。表面が固まるまで箸で触ったりしないようにします。このまま1分くらい触らず放置します。
表面がしっかりと固まってきたら裏返します。ここから3分くらいかけてじっくりと揚げていきます。コロッケは中が火を通っているので表面が揚がればいいと思うでしょうが、ゆっくりと中まで火を通すと優秀に仕上がります。なので食べた時にジュクジュクでとろっとした美味しい状態になります。こんがりとした色になってきたら仕上げます。サクサクのジューシーに仕上がっています。中を割ってみるとこんな感じです。ジュクジュクのトロトロになっています。今回は牛肉コロッケの作り方を紹介しました。詳しいレシピとポイントやコツはブログに書いていますので、そちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄に載っております。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。